それで、このすべてに、一体何の意味があるの？もう、本当に気が気じゃないよ。そもそも、老朽と大川は同じ世界だって、どうして今になって気づいたのかな？でも、やっと君の話を理解できたよ。このすべてが時間にとっては、特殊なんだってことに。道理で君も、あんな風になすすべがないみたいな表情を見せたんだね。以前あなたに必要な自己紹介をしたのは、こういう時にからかわれるためじゃないけど。よく言うよ。こんなに遠回りしたのに、結局のところ、僕に君の夢の中で、他人の夢中夢を干渉させたかったのかい？偶然三味一体を促したあの夢追い人はさておき。少なくとも僕と君にとっては、こんな夢、何の意味もないじゃないか？まさか本当に、自分が辞書の中に生きてるとは思っていないよね。あ、何か誤解してる？私はただ、未来で違う変数同士が、できるだけ穏やかに出会ってほしいと思ってるだけだよ。それは、表彰にとっての、意志のように。そして、彼らの世界にとっての、彼らのようにね。